メンブレンキーボードとはキーボードの種類の一つである。メンブレンキーボードには二つの定義がある。古い定義、平坦なメンブレンキーボード現在の定義、ラバードーム型スイッチの上に硬いキートップを置いたもの。ただし、どちらも動作原理はほとんど一緒である。古い定義のメンブレンキーボードを採用した、あたり400キーは圧力パッドのように平坦で、 文字や輪郭は表面に印刷されている。各キーが個別のパーツでできているような一般的なキーボードとは異なり、キーを謳歌した際のフィードバックはあったとしても、非常に小さくミスなしにタッチタイプを行うことは難しい。メンブレンキーボードはキーボード表面の裏側にある胴体とその下にある回路とが電気的に接することで動作する。 1980年代のホビーパソコンや、より一般的な例としては、家電製品に採用例が見られる。長所としては、大量生産によって安価に製造できることや、他の種類のキーボードと比較して、泥や液体等の汚れに強いことが挙げられる。しかし、多化した、際のフィードバックが非常に小さいか、または、全く感じられないという理由から、 大量の文字や数字をタイプする必要のある用途には向かない。この点については、チクレットキーボードでは触れただけで、キー同士の境目がわかる程度には改善されている。初期のコンピュータ組み立てキットや、家庭用ゲーム機は別にすると、メンブレン方式のクティ配列キーボードの採用例としては、工業用、コンピュータ折りたたみ可能な形状の PDA。 その他小型コンピュータなどが挙げられる。また、ビルや立ち入り制限区域の入りたい管理システム、小型の電卓、家電用、リモコン、電子レンジ、その他、タイプ量の少ない各種の機器には、より小型で対象となる機器の機能に特化したキーパッドの採用例が見られる。現在のラバードーム型スイッチを使用したメンブレンキーボード最近の PC でよく使用される。 ラバードーム型スイッチを使用したキーボードもメンブレンキーボードと呼ばれる。この種のキーボードは表面は硬いキートップとラバードームに覆われているもののその下の層は基本的にメンブレンキーボードと同じ構造のスイッチになっている。古い定義のメンブレンキーボードよりもタイピングが格段に容易になっている。数は古い定義のメンブレンキーボードである。 図のようにメンブレンキーボードは基本的に3つの層からなる。上下の2つの層は電気回路が設けられている。中心の層はスペーサーの層で謳化できるキーの部分には穴が開いている。中心の層は上下の層が触れ合わないようにする役目を持つ。典型的なメンブレンキーボードの断面図。各層の厚みは 一般的なコピー用紙かボール紙程度である。キーに触れていない状態では、電流が上下の層の間を流れないためスイッチは開放状態となっている。上の層を謳歌すると、上の層の下側にある胴体が、下の層に触れるため電流が流れ、スイッチは短絡状態となり、デバイスはキーの謳歌を検出する。現在のメンブレンキーボードも上の層が、 ラバードームになっているという違いはあるものの、動作原理は一緒である。クティ配列のものは特に中期しない。ありがとうございます。